フォルツァスタイル編集長の星葉です。今回はですね、実はフォルツァスタイルでも先日、ご紹介したジュエリーなんですけど、紹介した途端にですね、次の日になんと89本も売れちゃったっていう、金運がアップするラッキーチャームのついたブレスレットを紹介したいと思います。それがですね、これなんですね。金がついてるんですね。金の星なんですけど、その中にちょっとダイヤモンドがついてます。後ろにもですね、金のジュリーサンドラーのマークがついてます。でこれはシルクコットンの紐でですね、大きさを調節できるようになってますので、いろんな人にこうしていただけるんですけど、なんとこのブランド、デンマークのブランドなんですけれど、実はですね、世界中の海外のセレブたちがこう1本つけたことによって、非常に金運が上がるっていうことで、ブワーッとこう口コミで広がっていったんですね。それをいち早くちょっと僕が手に入れてしてたところ、なんと実はここだけの話、宝くじがちょっと当たったりもしたんです。それを見かねたこうサトシーノがですね、何してんの何してんのとかって言って散々うるさかったので、この間教えたんですけど、サトシーノすらもですね、宝くじが当たったので、皆さん金運がアップしたかったらこれぜひ手に入れてみてはいかがでしょうか。さらに、僕はですね、この星に飽き足らず、実はもう一個ですね、ここに星をつけています。あと、僕はですね、1月11日生まれなので、1というラッキーナンバーと、あとそれから、星は吉政の Y ですね、イニシャルをつけています。ちょっと組み合わせてね、チャームをつけることによって、普通の人とはなんか同じように被らないんですね。人と被らない順に、それから金運がアップするブレスレット、ぜひ皆さん手に入れてみてはいかがでしょうか。